また番外編になるんですか。番外編ばっかりですね。あの、前に王くんとちょっとあの、鮎食べに行った時に、うん、ちょっとまあその鮎だな、そう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 、あの辺の時から話が出てて、あの栃木県にいい滝があって、ちょっと滝今度見に行くから一緒にどうですかっていう話が出て、ついていったんですけど、王くんの友達の S くんっていうあの人と一緒に、3人で行きました。でこの八方ヶ原っていうね、どこだ、あれは何した、矢板市の方の、まあ、山奥の方にあるところで、あの本当にね、こうだいぶ山の方登ってったかな、車で。でここの八方ヶ原っていう、まあここら辺がだからその、なんていうの、八方ヶ原っていう、まあ高原というかなんかそんな感じになってて、遊歩道があってっていうのでまああのなんかちっちゃいあの施設があって、ね、山の駅っていうで駐車場があってっていうところがあって、でこの日もちょっと 雨が降ったりやんだりだったから、平地ではカンカン照りだったんだけど、やっぱ山の中だからか、あの降るとなんか降ってやんでっていうし、そんな山の、うん、結構まあそこそこ登ったね、車でここまで来るので、見えないちょっとねだいぶかすれてしまってるけど、でもうだからほら、うん、こんな感じでしょ、霧が、うん、霧、雲、もう雲だよね、もう雲の中に入ってるのかな。でまあ合流してちょっと行きましょうと、もう本当にね、うん、綺麗で、自然がもう綺麗な自然だねっていう写真ばっかりで申し訳ないけど今回はあのでも綺麗でしょ本当に、まあ、これだけ見てもあれかも、遊歩道の中入っていって、まあ、こうやってあの山の神様、山の神様の、うん、なんか多分お祭りして使うから、まあ、そこで一応ご挨拶してたね、ちょっと入りますよと。でもうこういうね大自然よ、大自然よ、ちょっと違うかもしれないけど、ね、あでもなんかこの写真さ、うんうん、なんだよ、なんかこの子、まあいいや後ほどちょっと文句は聞こうと思う、うん、であの、まあ、ずっとねこう遊歩道になってて、で歩いてる、これなんかさ、シダがさ、わかる、これちょっと比較がしにくいんだけど、でかいんだよシダがなんかだから結構、ね、日が当たんないとこで、うん、あのすくすくとシダが育つのかしらんだけど、こういうのがなんかいっぱい出た、うん、で、まあ一発目、雷帝の滝っていうのは。雷帝って何？わからん。その、意味はわかりません。雷帝の滝っていうところに行ってたね。まあ、これもほら、あの、紅葉のシーズンなんか多分すごい、あまあ、これだってね、緑がすごい綺麗だけど、緑が生えてますけど、ね、写真がね、あの、写真の腕前そんなに大してないんで、あの、この迫力があんまり伝わんないかもしれないけど、ね、で、雷帝の滝っていう。一発目行ってたあの高い、何が、あこの滝の、この滝はね、どんなもんだろうか、 10メーターは ないんじゃないか、そんな高くはなかった、でもあのなんていうの、こうあのだから高いとこからストンと落ちるっていうタイプじゃなくて、こうあの斜面をずっとバーッと落ちてくるっていうところで、ね、でこれが、まあ、雷天滝からまたさらに沢の方にずっと落ちてるところなんだけど、いうとこを行ってたの。で、なんか雨が降ったからか知らないけど、いっぱい出てくるんだよ、こいつが。で、この一緒にいた S 君の、あの、おもちゃにされてたけどね、なんか、いろんなところにこいつがいるもんだからね、またいたとかで。あの、捕まえちゃう。捕まえちゃう。捕まえてなんか遊んで、ちょっと遊んで、また返してみたいな感じ。で、この S 君と O 君っていうのが、こういうなんか、自然の中でいろいろ調べたりとかするようなお仕事もをされてる人たちが、とにかく詳しいの、とにかく詳しいのと、あともうあの俺なんかじゃついていくのもうヘトヘトになって一生懸命についていってるんだけど、で、まあ、こういうとこの吊り橋なんかも早いしあのペースも早いし、あのまあ、とにかく大変だったで、こういうとこを歩きつつ、
何つったっけ、うん、この花、なんとかって花の名前言ってたんだけど、ちょっとど忘れちゃったよ、うん、まあ、こういうなんか花も咲いてて、これなんか綺麗だったね、あの、うん、線香花火みたいな感じ、うん、名前分かりませんけどね、うん、っていうとこもあるって、今度は、あ、これはまだここの、これ夕日の滝って言うんだけど、こっちはまだ行かずに先に、ここがですね、看板が、あ、これね、方向霹靂の滝っていうところに来まして、その意味はわからない、うん、方向霹靂の滝の方に行ってたの、あの、2つのこう、2つこう分かれちゃってて、あの沢がね、で、2つ並んでたから要はこう滝になってるわけ、あの岩を挟んで並んで起こってて、で、片っぽが方向の滝って、片っぽが霹靂の滝ってなります。水なんかもすごい綺麗で、こっちの方はなんかこう広い岩盤のとこからザーッと流れてくるような感じで、ね、で、奥の方はあの割とこれは 高いところだったね、結構迫力ある流れで、で、この岩がなかなか、これちょっと分かりにくいかもしれない、これ一枚の大きい岩がね、ドンと乗っかってんだけど、下のこれの一個でなんかうまくバランスで支えられてるような感じで、これがこければもう多分どさっと起こってるいうのはね、これに見るとちょっとこの岩でね、いうような感じのところだね。まあ雄大な自然を歩いてきたと、この沢が、沢も綺麗でしょ、うん、で、これは今方向へ切れてるんだって、で、なんだっけ、この色がね、沢の色が、あの、なんて言うの、乳白色というか、白く濁ってる、うん、ちょっと写真で、この写真でちょっと分かりにくいんだけど、で、まあ、後ほど出てくるんだけども、なんかあの温泉の成分を含んだ、まあったかくはないんだけど、あの、そういう沢で、だから生物がちょっと住みにくい、だから魚なんかもいない沢らしいです、ね、で、まあ、こういうふうに遊歩道がしてある、まあ、さっきの夕日の滝っていうのは、ここはちょっと展望があんまり、見えなくて、もうちょっと近くはこれスッカン沢なんです、スッカン沢っていう名前で、あのスッカライっていう名前から来てるらしいんですけど、だからあのそういう成分があるんで、魚がちょっと住めないっていうふうな沢なの、まあこういうふうに、ほらちょっと色が分かる、少し白っぽいっていうか、いうふうな感じのところ、この仁三郎の滝、あ、ちょうどこれの時はこの時期なのに、アジサイ、まだ咲いてたりとか、まだ咲いてる、うん、そうそう、いうね、これもちょっとまあ白っぽい、これ綺麗だね、で、まあ、この辺の沢を歩いて、一旦、車なんかもこういう道のに出て、で、ここら辺の滝はあの、遊歩道がずっと整備されているルートなんだけど、エスキムが、遊歩道がちょっとないところから歩いていくところで、おしらじの滝っていうすごいいいところがあって、おしらじの滝っていういいところがあるんですよっていうんで、行ってみましょうっていうことで行ったんだけど、これ、このトンネルのようになってるのが、実はトンネル、人が通るトンネルじゃないですか、ね、あの、まあ、水路というか、うん、本来ここ下全部岩場になってて、ちょっと分かりづらいんだけどね、ここの時にすごい雨降ってきちゃって、だから要は沢の本当に岩がすごい、ここら辺の辺で 岩がでかいんだよね、一個一個っていうところをずっと下っていってで行くような滝で、だからここはそこの水路なんだけど、そこを通っていって、もうヘトヘトになりながら、これもうだからもうこの霧状になってるのは別に心霊写真でも何でもなくて、もう雨降ってて、もやってるっていうところで、こう、これがその滝の上からについたところで、これ下を覗いてるとこなんだけど、実はまあこの時雨降ってんだけど、ずっと天候が良かったもんで、滝が荒れちゃって、せっかく行ったんだけど、で、本当はここの奥に、ちょっと我々の方で写真撮ってないので、写真載せるわけにはいかないんですけども、こういう滝があるんだけど、これももやってて、なおかつ水も流れてなくて、っていうようなところの、
きって、でもこれはすごい綺麗なの。枯れるんだ。あの結局だから上流の方からも水が来なくなっちゃうから、あの沢自体も流れてなくて、でここが本当は流れてると、あのその沢からの水っていうのは沢の下、あのこの岩の割れ目のとこから出てくる水が滝になってるような感じで、まあこれももやっててなおかつ何も見えてない。でまあでもあのすごくまあいい心地よい疲れで、あのまあ、ここを後にしていくと、ちょっと、下っていくと、あの那須塩原の温泉街の方があるから、そこでちょっと温泉でもっていう話になって行って、ここがまたね、これちょっとレポートするか迷ったんですけどね、露天のね、あの露天風呂で、あのなんていうの、まあ、だから多分町の人たちが本来使うような感じのお風呂なのか、いいところでね、この川沿いで、まあ、こうやってルアー釣りの、まあ、釣り場があったりとかっていうのは、釣り場ってもう本当に川だけどっていうところで、写真じゃちょっともちろん風呂場なんであんまり写真撮れないんであれなんですけど、この遠目にあるここがもうお風呂なんです。こっち側に遊歩道があって、むき出しじゃん。そうそうそう、丸見えじゃんっていう、丸見えですよっていう話なんだけど、でここにこの人釣り橋みたいなのがあって、こう渡ってそっちに、まずこれが1個目の風呂場で、でもう一個この奥の方にも風呂場があって、ちょっと我々そっちの方に行ったんですけど、これもね、これがね、この奥のここがもうお風呂。それも丸見えじゃん、うん、こっちからずっと歩いてる。でこれここの流れてる沢を見ると分かるけど、こう赤っぽくなってる。で鉄分が多くて、ここのお風呂もあのお風呂の縁真っ赤で、鉄分が非常に多い、あのいい、非常にいいお湯をいただいて、行ってきました。あれ終わり？終わりです。